さんこんばんは、ゆっくりすです。今回もキロ編須崎高知間の動画です。ゆっくり見ていってください。それでは行きましょう。シュシュポポ。どんどん景色が変わり、だんだんと高知駅に近づいてきました。そろそろ伊野駅に到着すると思います。日坂駅を通過します。オムライスロード、オムライス食べに行きたいな。二度湯川に行きました。息より晴れてきたと思います。よかった。伊野駅に到着です。
最後の停車駅は終点の高知駅です。横の線路は土佐電の路面電車が走っています。今回は初の全面展望から撮影しました。撮影すると傾いてるのが分かります。すごいです。対向列車待ちの線形がいます。まもなく高知駅に到着です。ちょっと横の景色も撮影してみました。旭駅を通過します。
高架区間になりました。だんだんと高知駅に近づいてきています。ゴールに近づいてくるとなんか寂しいですね。やっぱり高知駅に到着です。食べれなかったので思わず買ってしまいました。